夜これをやるだけで朝の髪の広がりを抑えれます。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、朝髪の毛が広がる方が夜にした方がいいことをご紹介します。広がる原因としては2つあります。1つ目は乾燥して広がってしまう。2つ目がキューティクルが毛羽立って広がってしまう。じゃあなぜ乾燥するのか。もともと乾燥している、もしくは髪にダメージを与えすぎて乾燥してしまう。次になぜキューティクルが毛羽立つのか。キューティクルはダメージによって剥がれてしまう。剥がれてしまうことによってキューティクルが開いてしまいます。でキューティクルが開いてしまうと毛羽立ちが目立ちやすくなります。あとは反対から溶かしたりとかバサバサ乾かすことによってキューティクルが開いて毛羽立ちが目立ってしまいます。この2つを理解することによって髪の毛の広がりが抑えれますので、この2つを注目していきます。そしてもう1つポイントがあって、水素結合によってまっすぐ直毛になるか広がるかが決まります。水素結合は濡れると切れて乾くとくっつく。なので夜乾かす時がすごく重要なんです。夜水素結合をねまっすぐくっつけることによって寝癖がつきにくかったりとか、あとは広がりを抑えることができる。なので夜にしたことがいいことを紹介します。まずはタオルドライです。まず根元の水分を取るためにタオルを上から置いて水分、根元の水分をしっかりと取る。でやったらダメなのが、髪の毛を乾かす時にこのままぐしゃ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 っとこするようになってしまう。こうすることによってキューティクルがね剥がれやすくなったりもするので、髪の毛のね水分を取る時はしっかりとねタオルに乗せて優しく押さえるような感じで取る。こうすることによってしっかりとね水分は取れてくれます。同じところでやっててもあんまりね水分取れなかったりするんで、乾いてる面を使ってやってあげると案外しっかりとね水分が取れてくれます。次にブラシで溶かす。毛先の方から優しく溶かして絡まりをなくす。よく言われるのが、濡れてる時に溶かしていいの？っていう風に言われるんですけど、濡れてる時ってね確かに髪の毛のバランスが崩れてる状態です。なので無理やり強引に溶かしてしまうと切れ毛の原因になったりもするので、毛先の方から優しく溶かしていくのがポイントです。次に洗い流さないトリートメントのミルクタイプをつけます。ミルクタイプはオイルやミストに比べて油分が一番多いです。油分が多いっていうことは髪の保湿に向いているっていうことです。乾燥しているところはやっぱり保湿が必要なので、ミルクタイプがおすすめです。で髪にね乾燥しているところにこう少し揉み込みながらつけることによって浸透が少しアップしてきます。なのでしっかりと揉み込みながら優しくつけてください。再度ブラシで溶かしていきます。こうすることによってトリートメントをね髪全体に均等につけることができます。次にドライヤーで乾かしていきます。で乾かしていく時のポイントは、引っ張りながら乾かす。これがポイントです。引っ張りながら乾かすことによって水素結合がね綺麗にくっついていきます。なので広がりが抑えれます。あと上の方から毛先に向かって乾かすことによってキューティクルがしっかりと閉じていってくれますので、それで髪の毛の広がりも抑えれます。次にブラシを使っていきます。で今回ツインブラシ使います。根元が完全に乾いた状態で毛先が2割ぐらい湿ってる状態、この状態でブローしていきます。次にストレートアイロンで仕上げていきます。完全に乾いた状態にストレートアイロンを入れて水素結合を強固な状態に持っていきます。強くねしっかりと挟んでしまうと髪の毛を潰す原因となってしまいますので、優しく通すイメージ、広がりが多いところを中心にやるようにしてください。できればストレートアイロンの温度も100度とか本当に120度ぐらいで優しく通すようにしてください。
最後にドライヤーで冷風を当てます。冷風を当てることによってキューティクルが締まります。キューティクルが締まることによって髪の毛の広がりが抑えることができます。なので時間があれば冷風を当てるようにしてください。これで完成です。朝髪を巻かない方は寝る前にオイルをつけて OK です。はい、ということで今日はね、髪の毛の広がりを抑える方法を紹介させていただきました。特にね、今から冬の時期でだいぶ乾燥してね、朝広がる方も結構多いと思います。なのでこの方法をやって朝起きた時のね、寝癖を抑えたりとか広がりを抑える方法としてぜひやってみてください。今日も、最後まで見ていただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗でね、可愛くなれるような動画を作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンと、あとチャンネル登録とコメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。